あの僕は今テッドを参加するために、えー、バンクーバー滞在中なんですが、えー、日本のニュース見てるとあの選挙妨害のニュースが大変あのまあツイッター上でもね、えー、トレンド入りしてて、えー、気になるんですけどもでもこれねなんであのまあ警察は黙ってんだか取り締まらないなとか言うんですけども警察の方ってのはプロですからね法律のあのなんていうか。 まあ行動困ったもんだなと思いますけどもただそのまあいろいろそのおっしゃってる側もえ立候補されてるんですよねで正当なんでですすよよねねなそうするとそのどういう場所でどういうことをおっしゃるかっていうのはその選挙運動の一部だというふうなえまあ構成をしたらなかなかこれは難しいわけですよね。 もともとだから通常我々の理解では選挙運動というのは自分たちの主張を、えーまあ、他の候補者とあんまり被らないように、えー、主張するっていうのが選挙運動だと我々理解してるじゃないですか、まあ、通常はですねで例えば選挙家がお互いに取り過ぎる場合にもなんかちょっとお互いにエールを送ったりとか、まあ、そういうまあ習慣というか慣習が積み重ねてきているわけですけどもそれは別にあの法律とかルールで書かれているわけではないわけですよね ね、そういうコモンセンスというか <laughs> そういうのが常識だろうみたいなものを、まあえー、破るっていうのはまあ一つの見方をするとイノベーションってことになる。でもちろんそれはあのまあ見ててやっぱりこれはなんかその選挙に当選するための主張というよりはどっちかというと、まあ、妨害というように見えるなと思ったとしてもそれは我々そういう印象を持ってこれは困ったもんだなと思ってじゃあその政党とかね候補者に対してある種の まあ印象を持つっていうのはそれはまあ当然だと思うんですよね。ただそこから先にそのどうじゃそのじゃ妨害ということでなんかそれをね取り締まれるのかとかなんか警告を出せるのかってこれは法律論になってくるんで法律論ってことになるとなかなかこれは難しい問題でおそらくだから警察はうんそういうことを検討してると思うんです当然プロとして。でそのまあこの選挙制度をハックするみたいな流れってのはここ何年かあったと思うんですよね。 その立候補とかポスターだとかその政党助成金の問題とかいろんなもので選挙制度こうなってるんだけど実は今まで我々は常識ではこういうやり方でやってきたんだけど実はこういうやり方もできますよねみたいなことにまあ気づいた方々がまああのそういうことをされていてでそれはあのもちろんそのまあ 大政党っていうのかなその議席をたくさん持っているような政党はそういうことはしないんだけども、ちょっとゲリラ的にそういうことをやってらっしゃる方がいらして、で、それはまあ困ったものだなと思いつつ、その法律論とかですね、ルールの視点から見ると、えー、明確にそれがダメだっていうこともできないわけですね。それはもともとその想定してなかったっていうか、そのまあ法律制、法律っていうかね、その選挙制度自体が、まあ、常識の範囲内でこういう行動をするだろうっていう、 世の中で使えていたわけだからそれを超えてやってくる人がいるそういう政党がある出てくるってことは相当してないわけですよね、うん、だけどさっきも言ったように、まあ、それちょっとまずいだろうとかこれは良くないんじゃないかってそのどういう印象を持つかってのはそれはね有権者一般の市民の自由だし。 あのそういうその印象を持った結果その政党とか候補者の方が当選するかしないかとかどれぐらいの議席を持つかっていうことは決まってくると思うんで、まあ、だからそこはちゃんとあの真っ当な感覚がまあ普通の意味でもね真っ当な感覚が働くんだろうと思うんですけどもただその法律論としては。 えー、今言ったような難しさがあるわけですねじゃあ選挙活動とか政党活動とかそういうもので、えー、どこまでが許されるのかってことについて明確なそのルールはないわけですからそもそも明確なルールってあらかじめ書くことはできないわけですからおそらく。 書き尽くすことはできないと思うんでですからそういう選挙制度をハックする、えー、政党とか候補者が出てきた場合にそれをあの、まあ、警察だとかそういうところが取り締まるってなかなか難しい問題になってくると思うんですよね。ことが特にその選挙というまあなんていうかな本来どんなことを主張しても自由だってことが前提になっている制度のもとでなのでそれは政権放送とかもそうですね。 だから NHK も公職選挙法に基づき候補者の政権をそのままお伝えしたものですっていうことを言うわけでまあそれがエクスキューズになってるわけですよねだからそんな簡単な問題ではないなと思うんですよねただあのやっぱり一つ言えるのはそういうなんか選挙制度をハックするみたいな え政党とか候補者とか選挙活動とかが最近になって目立つようになってきたっていうのはやっぱりあの日本の政治がちょっとやっぱりえ乱れてるというか本当に大事なイシューと違うところで選挙戦が戦われてるというかちょっっとと表層的になってんんだと思うんですよねそこはやっぱり我々みんなが反省しなくちゃいけないっていうか本当はあの今の経済状況とかねあの格差の問題とかね あの生活のえなんていうかな水準の問題だとか国際情勢とか本当にちゃんと議論すべきことはあると思うんですけどえそういうところに政治的なリソースをあまり注がなくてそれ国会も含めてかもしれません国会の現場も含めてなんかどっちかというとネタ的なって言ったら変ですけども地目を集めるようなあのツイッター旧ツイッター X であのトレンドになるようなそういうことに えと注意を向けてしまうような状況が、えー、日本の中で生じていてそれはあまりいいことではないなと、えー、本当は、まあ、我々は政治的な問題というのをもうちょっと真面目に考えなくちゃいけないだと思うんでそういう意味においてはあのー、今のその選挙制度をハックするみたいな流れが望ましいものだとは全く思わないんですがただ先から申し上げているように法律論としては。 極めて難しい問題がたくさんあって単に取り締まれとかそういうことではないと思うんですねおそらくおそらく回答は取り締まるとかそういうことがというよりは我々自身が本当に物事を真剣に考えるようになったら自然にそういうところに注がれるそういうハックというかネタ的な形で何かをやるってことに注がれる社会的エネルギーが自然に落ちていくんじゃないかなと。逆に言うううとそういうあの なんていうかネタ的なハックではないあのリアルな政治イシューに対して我々がどれぐらい普段関心を持っているのかってことがちょっと疑問でだから社会全体有権者がその、まあ、投票率の低下ってことにもかなり表れてるんですけど政治的なイシューに対して真剣なうん関心を向けていないっていう現状があってその隙間をついてその選挙制度のハックってことは行われているんじゃないかなとこのように私は考えます。